はい、どうも皆さん、ネミルブでございます。ということで今回は、アセットコルサコンペティツヨーネをやっていきたいと思います。めっちゃ久々にやるけど、僕ちょこちょこやってます。さあ、やっていきたいと思うんですが、少しだけ説明させてください。今回乗るのは GTR なんですけども、コンピューターとかの設定は、実際ノーマルに近いような状態。難易度で言ったらノーマルですね。イージー、ノーマル、ハードって言ったらノーマルの状態。攻撃性とかあるんですよ。その攻撃性は、もう攻撃もバリバリの攻撃 100% にしてあります。では、やっていこう。Going double fire.GTR です。GTR。しかも GT ネットの GTR。あ、危ない危ない危ない、突っ込んじゃう。かっこいいよね。STX って書いてあるからね、これ。スーパー耐久のやつ。19年モデルのやつだったはず。確か。うん、やっていくぞ俺。さあ、ホームストレートに帰ってきた、ね、ジャリジャリ言ってるのはちょっと気にしないで、あれだからタイヤカス、スタート肝心よ。あー、どいてー。うまくいった？うまくいったね。あー、隣入れるのやめて。攻撃性が100といっても結構ね、ぶつからないようにね、接してくれるんで。接してくれる？接してくれるからね、戦いやすい。といえば戦いやすい。でもちょっと張り合いがないかなっていうところ。でもちょうどいいんだよね、レベル90って。レベル90、うん、まあ、やってる人は分かるんだけど、90ってすごいやりやすい。僕の技量でもトップを取れるくらいで、スタートのラインはランダムです。なんで僕が一番後ろにいるかもしれないし。まあ、今回は5番グリッドかな。きついきつい。もう楽しすぎる。この一人でやってても高揚感があるのって大事。相手コンピューターだからね。行っちゃうよ。おい、真後ろにいいんじゃねえか、ふざけんなマジで。やばい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 。このね、アセットコルサーのこのコンペティティオーネは、まあ、一人でやる分には G2 行ければ全然十分。
変わるな。